こんにちは、ハイキュー CH です。今回はイタリアセリエA6戦目の石川祐希選手について解説します。高橋藍選手は対戦相手がコロナ感染のため試合延期です。石川選手の活躍をスタッツ表や試合の動画をお借りして解説していきます。普通に見ると90分かかる試合を3分でまとめました。目次をドン。せっかちな方は、概要欄から好きなところに飛んでね。それでは解説させていただきます。セリエA第6節、石川祐希選手所属ミラノについて解説します。ミラノはペルージャと対戦し、3対0で負けました。今季無敗のペルージャにストレート負けでしたが、手も足も出なかったわけではなく、終盤まで競った展開に持ち込んでましたが、そこから一歩抜け出す力の差がありました。終盤のミラノもいいサーブが入ってたのですが、しっかりコートにキープされ、点を取られてました。ペルージャはサーブでミラノを崩すことに成功して、さらに不調だった選手が終盤でギアを上げて活躍してました。解説の福澤さんも言ってましたが、ミラノはセットを取るためのもう一押しが遠かった印象です。負けはしましたが、ミラノはスタメンが固まってきて、今まで打数が少なかったミドルブロッカーがよく決まってたので、チームの完成度がまた一つ高まったいい試合だったんじゃないかと思います。ここからは石川選手の活躍について話していきます。ペルージャ戦の石川選手は数字こそ悪かったですが、そこまでボコボコにやられた印象はなかったです。4セットやフルセットにもしなったらもっと数字も上がったんじゃないかと思います。石川選手が取った7点のうち5点は3セット目に取ったものでしたしね。今回特にすごかったプレイは S1 ローテーションのライト打ちです。S1 とはアウトサイドヒッターとオポジットの打つ位置が普段と入れ替わるローテーションです。普段レフトから打つ石川選手がライトから、ライトから打つパトリー選手がレフトから打つということです。普段と違うということもあって、大量失点などの事故が起こりやすく手早く切りたいローテです。しかし石川選手はライト打ちがとても得意な選手で、ペルージャ戦でもしっかり1本で切ってました。点差が僅差の勝負どころや、レシーブが乱れた難しい場面でもトスが上がってたので、石川選手の S1 のライト打ちはセッターからとても信頼されてることがわかります。解説の福澤さんも、石川選手のライト打ちはリーグでも随一と褒めちぎってました。今季恒例石川選手の試合後のツイートでは、今日は要所で1点を取り切る強さが改めて必要だと感じました。上位チームとなると、要所での勝負強さや駆け引きが結果につながるため、今シーズンの課題として向き合っていきます。来週は勝ち切り、次戦へ繋げていきます。と話していました。終盤の勝負どころでも、最高のパフォーマンスを発揮してチームを勝利に導いてほしいですね。ここからはミラノとパドバの順位と、次回対戦相手について解説します。石川選手、藍選手が所属してるチームは両チーム中堅の順位です。各チーム試合数がまばらで公平じゃないので、ざっくり中堅とまとめました。そして次戦は石川選手所属ミラノと藍選手所属のパドバが対戦します。日本人対決ですね。個人的にはミラノが勝つんじゃないかなと思います。ミラノは伸びしろがあって中堅にいるけど、パドバは完成してて中堅って感じだからです。他にも具体的な根拠として、現在のセリエAはサーブとレセプションが最重要だからです。サーブとレセプションの個人ランキングには今季無敗のペルージャの選手が多く名を連ねてます。逆にスパイク、ブロックの得点ランキングはいろんなチームが混ざっていて、チームの勝率とは関係性が低いようです。無敗のチームが他のチームと比べて明確に優れてるのは、サーブとレセプションだけです。勝敗に重要なサーブとレセプションをパドバとミラノで比べると、両チームともサーブとレセプションは近い実力を持ってます。これにプラス伸びしろが大きいミラノが勝つんじゃないかなと思います。ちなみに今までの話は素人による欠陥ガバガバ理論なので、考えの一つだと思って鵜呑みにしないでください。何がともあれ日本人対決とても楽しみですね。今回はこんなところで、ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントはお任せします。一緒にバレーを盛り上げてくれると嬉しいです。それじゃ、またね。